皆様お話し会第3次受付開始になりました。第3次からは5点までとかそういうのがないので無制限でございます。無制限でお話し会申し込めます。皆さんね、申し込んでくださった方とかねいらっしゃると思うんですけど、その後にね決済っていう期間がありまして、決済期間を過ぎてしまうとこの周り周りを払わない限りのびちゃんに会えないんですよね。しかもそれでそうなんですよ、ダメになっちゃって会えないしお話できないっていう風になっちゃうので、決済はお忘れなくでよろしくお願いします。当選した方とか、はい、お願いいたします。決済本当に大事です。決済とは申し込んだ枚数分のマリンをお渡しをしないといけないんですよ。でお渡しできたらノアピちゃんとお話しすることができてイエイっていう状態になるんですけど、それの周りに払わない限り私に会えないから、みんなちょっとノアピちゃんもみんなも悲しいっていう状態になっちゃうので、そう、なんで決済は本当にお忘れなくでよろしくお願いいたします。もうめっちゃ大事これは。あ、そう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 、そういうことです。そう、支払い、そうそうそう、そういうことよ。支払いをねしっかりとっていうでないと本当にね、それでね忘れちゃったっていう方のファンとかいらっしゃったりするのでね、計算のアピです。キンキンさんよろしくお願いします。13歳です。中学2年生です。こちらホロボのポテトよろしくお願いします。ありがとう。付け払いができないとなっております。はい、付けがたまることはね許されないんですけれども、付け払いは残念ながらダメでございます。うん、そうよ、ツーショットとかもね撮れなくなっちゃうからね。本当にね、はい、お話し会は12月10日3時間目ツーショット、初めてのね生ツーショットなんですけれども、この日は私サンタの衣装を着てますので、皆様3時間目ツーショットよろしくお願いいたします。12月10日福岡のねリアル話し会なんですけれども、福岡で行われます。楽しみにお待ちしております。よろしくお願いいたします。うん、いけないのに決済する、ありがとう。分割払いも確かちょっとダメだった気がする。多分ね、そう、心霊写真、サンタと心霊写真っていう題名の、そうテーマなんですけど、マーピーが心霊写真風のね写真をみんなと撮るっていう、はい、なっております。
こがめっちゃ一番のおすすめです。リアルお話し会はあの全部ねフル完売できたら本当は嬉しいんですけど、その中でも一番最初に申し込んでいただきたいのは12月10日の3時間目かなっていうのはピョン思っております。でね、そう、あとね最終日もね大事なんですけれども、今は12月10日3時間目でよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そう、まぴちゃんはねいつもね楽しいテーマをあのお話し会のね来てくださった時にちょっとね最初の時とかは最後の方にそのテーマをやろうとすると時間が過ぎてしまってできなかったりしてたんですよ。だからちょっとそれを改善しようと思って最初にあのそういうテーマを今企画したものをやってます。あの普通にねお話ししたいよって方はあのね喋りますって最初に喋ろうっていう風に言ってくださったらあのね普通に喋ることもできますし、あとちょっとね企画を入ってそっからあのあはははってあの一瞬ね気まずくなる瞬間とかもたまにあったりするんですけどなんかそうあのじゃあ喋ろっかっていうなんかそう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 いう感じでお話し会はあの進んでおります。なんか大そういうくだりですあのナオピへの愛をねたくさん言ってくださる方も多いですし、お話し会とかでね、まあ、なんかピシしてくださいとかねそういうのもは全然ありです。今ねちょっとショールームでピシしてくださいとかになっちゃうと今個人個人みたいな感じで求めてくる方とか多いので今は控えてるんですけど、お話し会でねピシしてくださいとかあれば全然あのご縁あの遠慮なくピシさせていただきますのではいあの全然全然お話し会に来ていただけたら嬉しいです初お話し会ありがとうございます、嬉しいです、よろしくお願いします。そうよくねあの中学生だから何話せばいいのか分かんないとか話したらなんかそう会話が止まっちゃうんじゃないかっていうのよく言われたりするんですけれども、全然そんなことないです。本当に例えば日頃の感謝の気持ちとかを伝えたりとか公演の感想とかね言ってくださったりとかする方がとても多いです。例えばその6周年の前の時のお話し会とかだとどういう曲をやってみたいとか6周年どんな感じになるんだろうね楽しみだねみたいなそういうワクワクの話とかワクワクさんだよっていう感じでなっておりますのではい楽しいお話し会となっております。ぜひ来てね。もしよろしければね初見さんの方とかまだ3回ノアピの話し会に来てない方は参考の例として3度ノアピの話し会に来ていただけたら嬉しいです。ツイッターでお見かけしたことがあったんですけど、参考の例は3回来ないと覚えないってわけじゃなくて3回挨拶に来ていただけたら嬉しいなって言って3回目でなんだろうなんて言ったらいいのかな、まあ、たくさん挨拶に来てくださって3回目でまあ、のあぴちゃんがこうなんて言うんでしょうね、難しいですね、まあどんそうのぴちゃん認定、まあ、もらえるんじゃないでしょうか難しいですね、全部合ってるのでそうなんですよ、全て合ってるのでね、参考の例って1、2回目は私と会えないんですよ本当は。3回目でやっと会えるっていう感じなんですけど、1、2回目も会えてるのでなんて言ったらいいかなまあそうですね、1、2回目はなんか心がまだ
少し開いてない状態で、3回目に行ったら少しずつ心が開いてる状態になってるのかなと思われます多分そう、まあとりあえず3回はね、のぴちゃんの話し会に来ていただけたら嬉しいです。前回気になってき話し会来ました、ありがとうございます、本当にね嬉しいです。うん、当選しました、おめでとうございます、ありがとうございます。たくさんの方がね申し込んでくださってるのかな、本当にありがとうございます。今ね第3次が今日の18時から始まりまして、その後のですね、第3次が今日の、9月の11日から、9月の13日1時までとなっております。13時ですね、今までとなっております。あらま、あのザムまだ極小じゃないみたいなので、皆さんの12月10日のツーショットたくさん申し込んでいただけると嬉しいです。本当だ、もうね極小枠の皆さんほぼツーショットの方が多いです。なので皆さんツーショット本当に3時間目お申し込みよろしくお願いいたします。第3次から無制限なのでね、はい。あれ、あーよしよし、なんでもないです大丈夫だったこんばんは。うん、そうですね、初めてお会いした方とかだとやっぱね、あの緊張しちゃいます、ぬかちって、あの、あ、初めてお会いする、お、こんにちはみたいな、なんか少しずつ少しずつ、あ、こんにちはみたいな、あの、あ、こんにちはから、あ、こんにちはで、坂井から、あ、こんにちはーっていう、あの、その、多分、挨拶でね、違ってくると思います。はい。こんにちはー。そう。なんか、やっぱね、よく公園で見かける方とかだと、なんか最初から、なんか見たことある、あ、こんにちはってなったりはするんですけど、見たことあるけど初めてだ、緊張するみたいなのはやっぱ出ちゃうと思います、最初だと最優先ありがとう、よろしくね、挨拶大事です本当に。やっぱね、よくのぴちゃん結構フレンドリーとか言ってくださるんですけど、最初はやっぱね、あと誰でもめっちゃ緊張しますのではい、少しずつね心が開いていくんですけれどもね、うん、やっぱね、その私最初のお話し会とか初日は本当にお話し会という存在が全くわからない状態の人だったので、もうガッチガチに緊張しちゃってて、なんかどう話せばいいんだろうって、そのファンの方との接し方が最初分かんなかったんですけど、それからね約1年半になりますかね、今回1年半ぐらい続けてきて、あのお話し会がすごく楽しくなってきましたし、本当にね楽しみにもなってきてたんですけど、まあね、ナインスの時はちょっとね感触がのぴだけ1枠だったりとかそういうのがあって、まあ、悲しいなっていうのはあったんですけど、すごくいつもねファンの方がこうやってお話をしてくださるだけで楽しかったので、まあ、点数は少しでも多く完売が出せたら嬉しいなとは思っております。ああ、そうです、償いを歌ってた日です、はい。愛を償えば別れになるけど、こんな女でも忘れないでね、優しすぎたのあなた、
子供みたいなあなた、明日は他人同士になるけれど、を歌ってた人です。嬉しい、覚えてくださってる、ありがとうございます。初めてお話しするアイドルさんのアピちゃんです、ありがとう。のあぴちゃんも嬉しいです、そういう風に言ってくださると。うん、声が小さいと聞こえん、あーそうですね、なるべくあのラウドな、あの大きな声で喋っていただけると、近距離だけどやっぱ周りとかがザワザワしてたりとか、あのゴーっていう音とかが聞こえたりするので、あのそれのおかげでガーンっていう音に負けない感じの、このぐらいの声量で喋っててもたまにうんってなったりもする時があるので、あなんか結構ラウドな大きな声で喋っていただけるとノアピは嬉しいかなと思います。はい、なるべく大きな声ね、全然ね、普通の会話みたいな感じで喋っていただけても全然大丈夫です。構わないよ、ナピはあの耳がねよくいいと言われるので。そう、前までのリアルお話し会はマイクを通して、しかもこっちでイヤホンで聞いてたので、なんかマイクのあれがうまく入らないと、そう声がうまく入らないとこっちに聞こえてこなかったんですよ。しかもちょっと距離が遠くてですね。でも、最近ですかね、近くなって、このぐらいの距離なので、そうなんですよ、このぐらいの距離になって、ここにあるんですけど、結構近い状態なので、うん、そうね、ほとんど話せなかったりするけど、のあぴちゃんの名前だけでもね、名前とどういう感じなのかっていうのが多分伝わるかなと思われます。そうね、お見送りと似たような感じになりますね。そうね、確かに言われてみればそうです。うん、そうね、いいマイクとダメなマイクがありましたね。いい時と悪い時があったね。ファンの方のお顔を覚えるのももちろん得意です。皆さんに一つ協力してほしいことがあって、リアルお話し会なんですけど、リアルお話し会の時って私ファンの方の顔しか分かんないんですよ。で、名前もセットで覚えてる方って何回もオンライン話し会で来てくださったりとか、名前をよく言ってくださる方とか、名札をつけてくださってる方が多いんですね。で、名札をつけてくださってなかったりとか、あと公園でよく見かけるけどお名前がわからないとかあったりもするので、もしノアピの話し会初めてだったりとか、何回も来たことある方でも、名札をつけていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。うん、こんばんは、あ本当にそうね、まあ1枚の状態だと、まあお見送りプラスアルファみたいな感じですかね。お見送りにちょっとお話が少しだけできるみたいなイメージですかね。でもなんか意外と話せるたりもしたりしますね。なんか意外と話せるかもって思ったりもします。まぴちゃんはなんかガーってわーって言ってくださったり、そう喋ってくださる方とかも多いから、情報量がすごいんですよ。その15秒のその間にボンって一気に詰まってる感じがするんですよね。ね、名札あるとのあぴちゃん的にはすごく良きです。ぜひぜひ名乗っていただけると嬉しいです。まちゃにごさん、ごすろりくまちゃんありがとう、ふなわさんきのこありがとう。
あ、本当に？ありがとうございます。そうそうそう、結構ね話せたりしますね。あとはね、特徴とかをその日の朝のショールームとかのぴちゃんが言ってたら、今日はこういう格好で行くよっていうのを言ってくださってたら、多分きっとわかるかもしれません。リアル話かよ。オンラインお話会はね、実は私たちのねところにお名前がね、ファンの方のお名前が出てるので、ニックネームが出てるので、そこでね見て顔と名前を今いつも一致させております。はい、うん、名前知られてしまった場合、あー、まあその時もね一応名前を教えていただけると嬉しいかもしれません。カミチェルさん、おごこあてさん、船尾さん、きのこありがとう、みょんごさんもありがとう、オレンジさん、ハトありがとうございます、まいごのごさん、にじろの星ありがとうございます、クジャラトさん、立花隼人さん、伊藤さん、オープンありがとうございます、デイビッドさん、阪神優勝さんありがとう、ハト Thank you、 なかちゃんさんもハトありがとうございます、ぬこびーさん、きのこありがとう、バラちゃんさん、バラありがとうございます、伊藤さん、だるまさんありがとう、N さん、日常の星ありがとうございます、ちんちょうぎさん、ハートありがとう、堀ちゃんさん、ハートありがとうございます、こんばんは。あー、まあ、もちろんね最初から楽しくナビちゃんを話せるよ。まあそれはね心配しなくても全然平気なんですけど、初めての時となんか回を重ねた時となんか、まあ、やっぱねその人間関係的な感じなんですかね、少し、まあ、違うっていうのはまあありますけど、そういうところもまあ楽しんでほしいかなと思いますね。なんか変化していく感じ、その回を重ねることに、最初もね楽しく本当に話せるんですよ。いや楽しかったってなんか言う、そう、次お話し会で来てくださる方とかも多いので、なんか楽しかったってそう感想をいただいたりとかで、その回を重ねていくことにまたねどん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 もっともっと楽しくなるんじゃないかな。なんか親しくなっていくんですかね。いさちゃさんありがとうございます。人間関係得意の方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってた、誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった、うん、そうだね、お話の範囲は本当に広がりやすいんですね、うん、あ、お魚のお話し会ありがとうございます、嬉しいです、うん。さんのぴちゃんに会いに来ていただけると嬉しいです。ロングヘアめっちゃ似合う、本当嬉しい、ありがとう、かりんとん、かりんとんさん、ハートありがとうございます。400回目のポッ、ポーコさんありがとうございます、訪問ありがとう、うん、あ、ケイドリマありがとうございます、嬉しい、やった、バリちゃんさん、マイキさん、ハートありがとうございます、こんばんは。確かにね、身長は少しずつ少しずつ高くなってますね、ナピちゃん。
マジか、早いですね。30分ってもう終わりの時間らしいです。ピエン、こんなにも早いなんて、なんかすごい話してたらあっという間でした。あの話し会を熱心にめっちゃ伝えてたらあっという間に終わってた。カコペンギンさんありがとう、カムサムニーだ。ね、早い。オンライン話し会の一番のおすすめ、11月23日ハッピーバースデーの、はい、ハッピーフォーティーンスバースデーです。よろしくお願いします。楽しい時間、本当にあっという間ですね。あ、そうそう、今日から星がついになくなってしまいました。今日からのデイリーミッションになってしまいましたね。毎日コツコツとデイリーミッションを続けたら、消防具とあのキラキラのお星様みたいなのもらえるらしいので、皆さん頑張りましょう。続く気配は昨日より眩しい青空、トンネル抜けたようにある日を境に、カレーション起こすフューチャーシーン。では壇上乗らさせていただきます。SD is めひてつさん、ご参加ありがとうございます。ありがとう。 Tell is かこ、あー、きよ先生さん、キブリマイクありがとう。 Eleven is かこぴにさん、こんにちは、キュー。 Ten is めひたいさん、ありがとうございます。ありがとう。 Nine is 迷子のごさん、おてきぶりまーす、ありがとうございます。 Eight is ゆずきつさん、おてきぶりまーす、ありがとう。7 is ほりちゃんさん、おてきありがとうございます。6 is やすくんさん、ありがとう。5 is 浦部さん、Thank you very much、ありがとう。4 is 橋本くんさん、ありがとうございます。 7 is 牧田美子さん、Thank you、ありがとう。 2 is 美穂子さん、ありがとうございます。 1 is 美穂さん、Thank you、ありがとうございます。ありがとう。はい、皆さん、あのツイッターの返信本当にたくさんありがとうございます。では今からちょっとツイートをしたいと思います。準備をしていたもので、では皆さん、今あのツイートした